世界時計、世界時計、世界時計、ワールドクロックとは時計の付加機能の一つ。それを使用する地域の時刻表示の他に、世界各地の地域の時刻表示をするようにしたものである。グローバル時計とも言われている。世界時計は時計の機能として、がある。実用性に加えて、国際的イメージから来る装飾的要素を合わせ持つ場合もある。1、については、 お時計や高機能な腕時計に実装される場合がある。世界各地域の時間帯に簡単に切り替えることができ、いちいち時刻合わせする必要がない。また、複数の時間帯、大抵の場合、自地域ともう一つの地域の二つを表示できるものもある。2、この場合、複数個の時計、大抵の場合、アナログ掛け時計を複数並べ、各地域名。 都市名と時刻を表示させる。ビジネスホテルのフロントや証券取引所などに掲げられていることがいい。世界時計の機能は近年ではパソコン、PDA などの定番ソフトとしても定着し、フリーウェアを含む多機能ソフトが数多く公開されているほか、インターネット上には世界時計機能を持つサイトも多数開設されている。また、携帯電話、スマートフォン、 デジタルカメラなどのデジタル機器には内蔵時計に世界時計の機能が搭載されている場合があり国際通話の際などにも活用されているほかデジタルカメラにおいては撮影地での時差を計算して撮影日時を自動修正できる機などが搭載されている場合がある世界時計の元となっている標準時タイムゾーンはしばしば変更される1995年に 太平洋上の日付変更線が変更され、アトックプラス14の標準時が追加された。同様に、2011年12月よりサモアなどが、アトックマイナス11、夏時間実施中のためアトックマイナス10から、日付変更線も変更する形で、アトックプラス13、夏時間実施中のためアトックプラス14に変更されている。また、カラカスを含むは、 2007年よりに変更された、2016年5月1日に、アトックマイナス4に変更された。ロシア時間は、2010年、2011年、2014年、2016年と変更されて標準時の統合、再分割、区変更、また夏時間の廃止なども実施され、例えば、モスクワの標準時は、現在アトックプラス3、カジマなしとなっている。 コンピューターソフトによる世界時計機能ではタイムゾーン変更後の更新は比較的や安いが腕時計、おけ時計、建築物などの時計では製造後ないし完成後に世界時計機能を更新、改めするのは費用等の面から困難が伴うかあるいは構造上不可能となっている。このため世界時計を利用する際には特に蒸気の地域を含めて 利用したい地域の標準時の表示が正確かどうか、改めて注意が必要である。夏時間のある地域では、時刻が早まる期間があり、その場合は夏時間対応の世界時計が便利である。夏時間の実施期間は、各地域によって異なり、例年通り実施の場合でも年によって開け、始終時期のズレがあったり、中止、再開、あるいは新規に実施する地域もあるなど、 毎年変動がある、なお北半球と南半球では季節が逆転するため、世界のどこかでほぼ常に夏時間が実施されている。このため、世界時計であっても、世界全域の夏時間に常に自動対応させることは困難であり、ユーザー自身が手動で設定する必要がある。インターネット上にある世界時計サイトでは夏時間には全自動で対応する場合が多いが、 特に一部の地域の夏時間については対応していない場合があるので注意が必要である。世界時計に付随する機能として、腕時計や旅行用のオケ時計など、および携帯電話、デジタルカメラなど、時計内蔵のデジタル機器においては、時差修正機能が搭載されているものがある。異なるタイムゾーンに移動した際に、時計の時刻を簡単に現地の時刻に修正できる機能であり、 機械式、クォーツ式ともリューズや手動ボタンなどで修正する方式が主流である。電波時計の登場により、現地の標準電波を受信して夏時間を含めて自動的に修正できる方式が普及してきたが、時計で受信できる超波の標準電波は、日本以外では、欧州、米国、中国などに限られており、世界ではまだこの方式が使えない地域も多く、その場合には、 クオツ式と同様の方法で修正する。時差修正機能は、おおむね時計に内蔵している、世界時計機能を流用しているため、この機能を使うことによって、現地時刻と相手先時刻を逆転して表示する、方式が多い。また、世界時計で対応していない、タイムゾーンや夏時間には、時差修正機能も対応していないため、時刻を手動で修正する必要がある。 2011年以降、腕時計の時差修正機能にさらに二つの方式が登場した。一つは GPS の時刻及び位置情報を腕時計で受信して、現地時刻を推定し腕時計と同期する方式。GPS 腕時計も三。もう一つは携帯電話やスマートフォンが基地局との通信によって、常に現在地点の時刻を修正して正確に表示できることに着目し、 Bluetooth の通信機能によって時刻を腕時計と同期する方式である。ただ GPS 方式は GPS が受信できる屋外でないと機能せず、Bluetooth 方式は対応する機種のスマートフォンなどが常に近くにないと機能しないた。現状ではどちらも一長一短である。カシオが採用した Bluetooth 方式 G ショックギガバイト -6900AAA ギガバイト -5600AA などは世界時計時差修正機能ともすべての現行タイムゾーンに対応し、時差修正機能のみなつ時間にも完全対応している。成功の GPS 方式は1日に1回自動で電波、時刻情報、位置情報を受信し、世界時計時差修正機能ともすべての現行タイムゾーン対応するが、過時間は手動修正である。 シチズンの GPS 方式は2015年時点の機種は電波受信、時刻情報のみを手動で行う必要があり、世界時計機能、時差修正機能とも主要なタイムゾーンのみに対応し夏時間は手動修正である。カシオの GPS 方式は全世界を500メートル四方のマス目に区切った地図情報を内蔵し受信した電波、時刻情報、位置情報と 地図情報等を照らし合わせて、世界時計、時差修正、価時間切り替えが自動で行われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。